今回は平置き型の石膏巣を作りたいと思います。平置き型の石膏巣は製作が簡単でコンパクトで使いやすいため、我が家でも最も多くのコロニーにこの平置き型の石膏巣を使っています。今回はオーソドックスな平置き石膏巣に一手間を加えた飼育巣を作ろうと思います。飼育巣のコンセプトや製作の様子などアイデアの一つとしてどうぞお楽しみください。製作にあたり、まずは平置き石膏巣を使う際の日々のちょっとした悩みを挙げてみました。一つ目に、給水時にアリに水がかかってしまうということです。これは飼育巣の構造上、石膏面に上から直接水をかけるような形で給水する場合が多いため、アリにも直接水がかかってしまうということですね。二つ目に、給水量の加減をよくミスしてしまうということです。これは主に給水のしすぎで石膏面が水浸しになってしまうという現象で、経験のある方も多いのではないでしょうか。そして3つ目に、結露して観察しづらくなってしまうということです。これは主に飼育巣の天井部分に結露が発生してしまうということで、発生してしまうと中のアリたちを観察しづらくなってしまい、これもできれば避けたい現象です。これらを踏まえて飼育巣を製作したいなと思います。まずは材料を見ていきましょう。9cm×6cm×2cm の一般的なポリカーボネートケース、我が家の平置き石膏巣はほとんどこのケースを使って製作しています。金網のメッシュ、今回の飼育巣ではこの金網のメッシュを使った構造が肝となります。そして接続用のビニールチューブです。今回の飼育巣の枠組みを作るのはこの3つの素材だけです。最初にポリカーボネートケースの側面2箇所にチューブを取り付けていきます。このチューブは餌場や他の飼育ケースとの接続用のチューブです。ドリルを使って穴を開けていきます。ドリルは危険ですので扱いには十分注意しましょう。綺麗に穴が開きました。チューブもぴったりはまりますね。どちらの穴も大丈夫です。これでチューブ用の穴開け作業は終了です。次にチューブ接続口からは遠い面、こちらのサイドにドリルを使って小さな穴をいくつか開けていきます。できました。横並びに開いた5つの穴、この穴をどのように使うのかはこの後のお楽しみです。次に金網のメッシュをこのような形に切り出しました。中央の正方形は1辺が3センチ、そのうち3辺にはプラス1センチの余白を設けてあります。3辺についた余白部分をこのように折り曲げて、このような箱型の構造を作りました。出来上がったメッシュの箱型構造は飼育巣内にこのように取り付けます。ケースの穴の開いた部分にはメッシュの空白部分が来るようにするのがポイントです。メッシュの箱を接着剤で接着し、チューブを接続したら石膏を流し込んでいきます。アリがメッシュの中に入らないようケース側面との隙間やメッシュの折り目にも石膏を塗っていきます。石膏を塗り終わったら乾くまで待ちましょう。
石膏が乾きました。チューブ接続口付近や壁面などについた余分な石膏を削り取り整えたら完成です。完成した石膏巣です。石膏の塗り方など若干雑な部分はありますが、だいたいイメージした通りの石膏巣ができました。ではいよいよ今回の飼育巣の肝であるメッシュで作った箱型構造でどんなことをしたかったのかを見ていきます。構造としてはメッシュで仕切られた空洞の側面に小さな穴が5つ開けてあるという形です。この構造の第一の機能は給水機能です。ケース側面の穴から空洞に水を入れることで石膏に給水をすることが可能です。メッシュ内の空洞から石膏に水が染み出す仕組みのため、アリに直接水がかかることはありません。二つ目の機能は通気口です。メッシュとケース側面の穴を通して通気性を確保することで、結露は発生しにくく、発生した場合も解消しやすくなります。また、ある程度通気性のある環境を好むアリの飼育巣としても良い特性かもしれません。三つ目の機能は乾燥足場です。一度水が滴り落ちるほどに石膏に給水をしてみましたが、メッシュの部分が濡れることはありません。万が一石膏に給水をしすぎてしまった場合に、アリたちが避難できる場所があるということは、飼育観察にちょっとした安心を与えてくれるのではないでしょうか。新しく出来上がった飼育巣に足長アリの初期コロニーと毛アリの初期コロニーを入れてみました。どちらのアリも石膏巣での飼育に適した種類なので、飼育に問題はないのではないかと思います。今回組み込んだメッシュ構造の効果に関しては、給水口、通気口としての機能は日々効果を発揮していますが、乾燥足場として機能するかどうかはこれからゆっくりと観察をしながら確認をしていきたいと思います。いかがだったでしょうか。今回は金網のメッシュで作った箱型構造を組み込み、給水口、通気口、乾燥足場の3つの機能を想定した3 way メッシュ石膏巣の製作の様子をお届けしました。一般的な平置き型の石膏巣に一手間を加えた飼育巣ですが、通常のタイプのものに比べて少しでも使い勝手が良くなったらいいなと思います。今回は足長アリ、毛アリの初期コロニーを入れてみましたが、観察を続けながら実際の使用感などを引き続き検証していきたいなと思います。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。